はい、ということで本日はですね鹿児島県に来ておりますということで南薩摩、はい、南薩摩大使一応やらせてもらってるんですが、今回は岩手グルージャ盛岡の秋田監督の密着をさせていただけるということで、昨年 J3 最優秀監督ということで J2 に昇格してということなので、こちらのねキャンプ地での指揮姿を密着させていただきたいと思いますので、しかもですねなんと今回 J2 初体験入部まで、入部じゃないですね、体験入団までさせていただけるということで、はい、こちらもお送りしたいと思いますので早速行ってみたいと思います。おはようございます。ということで、岩手グルージャ盛岡の秋田監督です。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。合宿今何日目ですか？何日目かな？7日からだから今日24だから18ぐらいかな。あ、結構やられてるんですね。もう盛岡は、はい、雪でできないんで。ああ、なるほど。だからもう最初からこっち来させてもらって、はいはい、今回は、いつもは体育館で練習やってから、はい、10日から2週間ぐらいやってから鹿児島に来るんだけど、はい、本日は練習試合ということで、そう、ジュビロ磐田と、あ、なるほど、フルスの、はい、そうなんです。改めてなんですけど、まあ、J2 昇格おめでとうございますって、ありがとうございます。最終監督ということで、J3 のたまたま、いやいやいや、たまたまで取れないですよ。みんなが本当選手たち頑張ってくれたので、はい、フロントも含めて本当に一丸になってできたっていうのが、はい、また本当全く違ったんだよね。あ、そこはやっぱり一番大きいかな。いろいろと車中でもお話をお聞きしたいので、よろしくお願いします。お願いします。ということで今白波スタジアムにこれから向かうんですが、はい、後ほどというかその対談の方でいろいろとその J3 リーグだったり J2、 まあ秋田監督もまあプレイヤーとしても J1、J2、J3 監督としてもっていうことなので、まあ、そちらは後でちょっといろいろと聞きたいんですが、チームマネジメントとかも含めてなんですけど、どういう今立ち上げってまあちょっと立ってるとこじゃないですか。何試合かしてるんですか、もう試合は。大学生と1試合やってて、はい、2試合目かな、これで。あ、2試合目、まあ、本来なら体育館で最初やってからこっちに来るっていう、はい、あの暖かいところでやるっていうことなんだけど、はい、まあ、今回 J2 に上がったことで最初からオーナーには行ってもいいよっていうふうに言われて、はい、その2試合目でもう選手たちっていうかチームにこう意識させてることとか、チーム作りの上でどういうとこ、まあ、正直言ってこの2週間ぐらいの中ではフィジカルのところの、はい、まあ強化っていうところ、フィジカルコンディションをしっかりと上げていくっていうのが、まあ、意図としてあって、はい、でここから試合期に入っていって試合で上げていくっていう、 J2 リーグっていうのは結構過密日程で、あ、そうですね、なんか2日3日で4試合とかある時が2、3回あるんで、はい、そういうところを乗り越えるためにもフィジカルのコンディションっていうのはすごく重要なんで、あ、監督業っていうところにフォーカスしてちょっといろいろお聞きしたいんですけど、はたから見たら監督業しんどいなって全然思うんですけど、やったことはもちろんないんですが、実際やられて監督業どうなんですか。 J3 クラブに昨年までいて、はい、運営規模であったり、うん、資金とかいろんな部分をこの全部背負うっていうふうに、まあ、いろんな監督がいると思うんですよ、はい、経営のところにも入ったり入らなかったりする監督もいれば、はい、僕はもう全部こう協会にも足を突っ込んでるし、はい、フロント業務としてスポンサーとかもそうですし、まあ、スポンサーを取ってくることによって全ての責任っていうか上がったり上がらなかったりするだけで、うん、スポンサーな何千万っていうお金っていうのがこうロストしたり、まあ、何億であったりお金が逆に入ってくるようになったりとか、そういうものをこう背負いながらやるっていうのは結構プレッシャーはあるなっていう、まあ、初めてこういう形でやってるので、はい、まあ、京都の時はどっちかっていうともう監督業だけっていう形だったんですけど、はい、そういう意味ではすごく勉強になるし、うん、すごくやりがいがある。あ、結果を出した時、出さない時の上下っていうのがすごくある、はい、そうですよね、職業かなっていう。あ、そのやりがいっていうのは、まあ、なんかやっぱ勝利した時のこの選手が喜ぶ姿だったり、そのやりがいの部分はすごく
まあ、視聴者も含めて感じやすいというか、うん、まあ、監督もやっぱり勝った後にこうガッツポーズしたりとか、そういう喜びを分かち合えるっていうのをすごく感じるんですけど、その逆のなかなかこの負けた時だったり、まあ、責任っていうのはやっぱこう一番重くのしかかる職業だとは思うので、辛い部分って どういうところに辛さを、まあ、今言ったようなその勝てない時っていうところも あるんですけど、まあ、やっぱり一番は勝てないことによっていろんな影響が大きい。あ、選手たち一人一人もそうですし、スタッフたちの生活っていうのもかかってるので、うん、監督業って結果を出せなかったらやっぱり契約っていうものがすごい打ち切られたりする職業で、はい、監督になったらやっぱり監督を辞めることのタイムリミットがこうスタートするっていうようなものなので、うん、特に1年目ですよね。あ、2020シーズンの時に最初04で秋田に負けて、はい、そこからは本当に結構苦しかったですね。うつ状態になるようなぐらい、うん、まあ、いろんな意味でのプレッシャーっていうのがかかってたと思います、ね。なんかそういう時の秋田さんなりのこうどうにかうまく切り替えの方法だったり、どういうところにあるのかなっていうのは。選手の時も同じで、はい、選手の時も本当に自分のミスで負けたりした時っていうのは、もうその夜よりもずっとその場面を頭の中がこうぐる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 回って、何回も何回もリプレイをこう流されるんですよね、はいはい、本当にこう鬱状態になりながら、はい、で、まあ、大体2時とか3時ぐらいに寝て、はい、次の日、その頃は子供がいたんで、はい、子供と一緒に遊んだりすることによってまたリフレッシュして、次の練習にはもう逆にあのミスをした時ほど明るくしようっていうふうに思ってやってましたね。まあ、監督業はね、その僕盛岡で、はい、単身で行ってるんで、そういう意味ではみんなスタッフで一緒に飲んだりとかしながら、その夜はね、いろいろとこう考え込むことがあるんですけど、でも原因をしっかりと抽出して次の糸口っていうのが見つけられることが、はい、なんか自分のその落ちてるメンタルをもう一回上げる、あ、これだったらいけるかなっていうのをこう、はい、見つけ出すまでがやっぱ大変で、それを見つけ出すことが一番の今の楽しみというか、そういうことができた時はパッとこう頭の中が切り替わるっていうのがありますね。視聴者の方って、まあ、監督業、まあ、戦術っていうのはすごくこう、うん、すぐに来るところだと思うんですけど、監督業ってやっぱ他にもっと大事にしないといけないっていうか、目に見えないとこたくさんあるじゃないですか。戦術以外というか、そのチームを作り上げる上で特にこの立ち上げっていうところ気遣ってるところってどういうところにあるんですか。まあ、やっぱりマネジメントのところが非常にやっぱ監督は重要かなっていう、まあ、すごく今思ってて、はい、3チーム今監督やって、例えば 1+1 が2だよねっていう伝えるとするじゃないですか、はい、でもそこに対して本当にその 1+1 が本当に2なのっていう風に感じる選手もいるっていうこと、うんうん、はい、自分の考えが全てじゃないっていう、あ、ここが一番大きくて、はい、どうやって選手たちに伝えるかっていうところ、どうやったらこうしたらもっと良くなるんだよっていうことを伝えられるのかっていうことをすごくやっぱり考えてやることが監督っていうのは重要かなっていうふうに思いますね。あ、最終的に選手に決断させてっていうことですよね。そうですね、そこがなかなかやっぱり難しくて、そうですよね、これもはっきり言って技術だと思うんですよね、はい、その選手たちが常に成長してほしいっていうことを、うん、僕らは常に願っていろんなアプローチをしてるけど、はい、僕らはもう同じようにその成長していかなきゃいけないっていう、選手も感じると思うんですよね、うん、なので伝え方を変えたりとかしたり、こういう性格だからこそこうやって伝えた方がいいなとか、うん、言葉で言うよりも違った環境を与えた方がいいなとか、はいはい、いろんな伝え方っていうのを、まあ、学びながら、あ、
にやってますね。なんか今あの秋田さんの言葉を聞きながらすごく共感できるというか、僕がプレイヤーだったらなるほどってすごく思わされることが多かったんですけど、何か秋田さんの中で監督像とか、まあ、参考にする方って何か言ったんですか？代表の歴代の監督ってみんなやっぱりストロングポイントがあって、はい、いろんな部分で長けてるところがあって、はい、ただ全てがこうバランスがいい監督ってなかなかいなかったんですよ。あ、はいはい、で一番あバランスがいいなと思ったのは岡田さんです。岡田武史さん、はい、あの人はやっぱり先日もその選手に対しての伝え方も良かったな、はい、うん、だから選手たちがこうずっとこう入っていけるような、うん、岡田さんのことを信頼してできる環境を作ってくれたんじゃないかな、うんうん、僕も一緒にやらせてもらったんで、岡田監督はマリノスの時に。どうだった？いや、もうモチベーションの上げ方というかがうまいというか、あと一言一言が重いので、まあ、あんまりその選手と近づいてそのよくコミュニケーションを取るっていうことじゃないんですけど、でもみんなへのこのメッセージがすごく一人一人に突き刺さるというか、胸に刺さるというか、あと覚悟みたいなのを感じるので、監督に。だから、あ、僕らも戦わないととか、この監督のためにって思えた監督でしたね。僕は、僕が岡田さんの下でやったのがフランスワールドカップの時で、はいはい、まあ、予選もそうだけど、あの時はもう初めての監督業、うん、はい、コーチから監督になって、そうですね、はい、やってもらって、で、まあ、コーチの時にはもう本当に毎日のようにいろんな話をしながらやってたんだけど、監督になってからはある程度こう距離感を取りながらっていう、ただ重要なことはやっぱりいろんなこと話をしたり、うん、しながらっていうことは崩さずにやってもらったり、やっぱりミーティングのところでは夏が言ったようにすごく心に刺さる言葉を言ってくれたりして、モチベーターの部分でもバランスのいい、うん、かといって戦術がないかって言って全くそんなことなくて、しっかりとした戦術分析っていうところもあって、バランスが良かったなってすごいやっぱり感じて、自分は27ぐらいの時に将来監督をやりたいっていうふうに思って、そこからやっぱりずっと準備をしてきた。あ、何してきたのって言ったら、監督からのトレーニングのやり方とか、タイミングとか、まあ、そういうものをこう自分でこうパソコンを触りながら、はい、指一本からスタートして触れるようにしてっていうので、うん、秋田監督のその、まあ、チームがこううまくいかなかった時、うん、まあ、シーズン中ってそのどのチームもあると思うんですけど、うん、そういう時のこう軌道修正じゃないですけど、うん、どう持っていくのかっていうのをすごくちょっとお聞きしたいんですが、シーズン中はやっぱりいろんな選手にチャンスを与えるっていうことが大事かなと思ってて、はい、チームって本当生物なんで、うん、その雰囲気もそうだし、そのみんなが競争し合ってやってる時っていうのはすごくモチベーション高くて内容がいいんだよね、はい、すごくアグレッシブで積極的で、それを見てると本当に僕自身も楽しいし、選手たちも楽しいと思うんだよね、まあ、そういう環境を、まあ、チャンスを与えるっていうことを1年目は結構したかな。それによって劇的に変化した部分もあったし、それもチーム内競争っていうところも含めて、あ、もちろん、ね、あの各ポジションでやっぱり競争するっていうところ、あ、でもここがやっぱり軸になって、はい、みんなが本当にそれができた時っていうのが、うん、まあ、昨年だったかな。それをもう最初から、うん、シーズン当初から常に競争しながら自分のポジションを奪って、うん、そこでしっかりと結果を出していく、うん、で結果が出なければ違う人たちにチャンスを与えるっていう、うん、この流れっていうのが、まあ、うまくできてたかなっていう、うん、いや、まあでも本当に強いチームというか、まあ、タイトルを取るチームとかも含めてなんですけど、まあ、どのクラブもやっぱ健全なチーム内競争があるとは思ってるので、マリノスの時とかそうだったでしょ。いやー、そうでしたね。僕は若手の時だったんですけど、まあ、それでこそなんかこう、まあ、先輩のポジションとか奪うじゃないですか、
で、先輩もこう、いろいろやってくるじゃないですか。うん、紅白戦とかも含めて。でも、もう本当ギラついてたんで、もうそんなの関係ねえとか思ってましたし、もうとにかく自分がこう表現しないとっていう、その競争の中でこう、ポジション勝ち取るみたいな。でも結果なんかそうやって、切磋琢磨することがチームのためになるっていうのは、年月を重ねて分かったことなので。本当だよね。はい。秋田さん、そのあんま試合出れない時ってそんなに多くはないと思うんですけど、いや、もう全然なかった。そうですね、出れなかった時があるぐらいかな。いや、僕は出れない時も結構、まあ、クラブによってはあったので、うん、まあ、でもその数少ない出れない時でもどういう心境だったのかなって、そのベンチにいる時の心境というか。一番あったのが代表だね。代表でベンチにいて、はい、で若い時25ぐらいの時に代表に入って、はい、なかなか試合に出れなくて、はい、逆に本当代表行ってるよりも、はい、チームで練習してた方がトレーニングになるって思った時期もあったんだけど、うん、やっぱり代表って別で、うん、代表に入ってないと試合には出れないわけだよね。うん、しっかりとベンチにいながら自分がチャンスをもらった時にちゃんとその結果を出せる準備っていうのをしっかりしていこうって思って、うんうん、いや、僕はもうベンチにいる時は失点すると俺出さねえから負けんだってずっと思ってましたしまあ俺もでも出してくれってずっと思ってて、はい、もうアップを人一倍、あ、そういうことですね、はい、ゴール裏でもうダッシュを何回も何回もしたりとか、はい、監督のメインつくように。あ、そうですよね、確かになんと、はい、で聞いてたんですけど、3月の十何日まで、はい、ずっとこの遠征で。そうなんですね、はい、車中では撮ってなかったんですけど、はい、ヘディングのマニアック談義をちょっとさせてもらったんですけど、はいはいはい、また後で、後でこれが面白い。そうなんですか、すごい、これは。じゃあこちらから、はい、候補の方にカメラをお渡しして、秋田監督の指揮姿を撮影させてもらうので、はい、すいません、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、今年もやってまいりました。お願いします。白波スタジアムということで、ここで、はい、高校サッカー選手権の県予選決勝やりますからね。選手たちが、はい、練習を始めてますね。こんな間近で見れるのは嬉しいですファンじゃないですか今ファンですよ。ファンファンじゃないですかって、ファンですもんねキャンプ来ちゃう系 YouTuber です。どうなんですか、この新チーム始まっての練習試合っていうのはやりにくさとかあるんですか。チームを作ってる段階なので、はい、選手によってもちろん違いますけど、スタメン当落戦場の選手にとっては、はい、もうアピールするこの上ないチャンスだし、はい、まあ、ずっとね、その、まあ、ある程度出るって分かってる選手にとってはチームをよりこうバージョンアップというか、どうやって勝つためにやっていくかっていうのをまで考えないといけない。なるほど。はい、勝ちか。はい、勝ちか。そうそう、楽しみな対戦ですね。
近かい。ジュビロのパスサッカーが、上げろ上げろ今だよコンパクト。シカ、シカとりあえず休憩して、もう一回ちょっとやる。していかないと取れない。まずやっぱり前の選手、フォワードの選手がファーストにつかけた時にしっかりとコンパクトにして、最後のラインをコンパクトにして連動してるところに。最後はセントリーいくぞ。おはよう。おはよう。セントリー行こう。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 お疲れ様でした。はい。です。30分4本ということで。今日やられて実際感触も含めてどうでしたか今日の試合は。まあ1本目2本目と3、4本目じゃ全くこう内容が違う感じで、はい、まあ1本目2本目はちょっとしたミスのところ、うん、判断ミスとかでやられた部分があったんで、まあ大方守備の戦術っていうところではそんなに問題はなかったんだけどね、はいはい、ただやっぱり得点を取るためにっていうところではちょっとやっぱ厳しい部分があったんで、うん、そこをやっぱりまだまだやっていかなきゃいけないなっていうところはあるけど、うん、はい、でも、まあ、コンディション的にはそんな良くない状況の中でやってるんで、うん、まあしょうがないかなっていうのもあって、うん、3、4本目の方が問題だったよね。根本的に自分たちがこうやってきたことを怖がって、はい、そのトライできなかった、はい、まあ、そういうところが非常にあったんで、まあ、3本目終わった時にまあ話をして、はい、やっぱりもう失敗してもいいからもうどんどん10点取られてもいいから行ってこいっつって、うん、もうトライしてこいって言ったら10点取られたけどねでもその3本目と4本目の中身っていうのが全く違って、はい、いろんなことをトライした上での失点と、はい、何もこうやろうとしないで怖がって、うん、消極的になった時のミスでは全く違うから、ね、あ、そうですね。僕は初めて見させていただいたんですけど、うんうん、選手でも個性が右サイドの選手とかも含めて個性が光る選手が何かいて面白いなと思いながらそうだね。どっちかっていうと特徴を持った選手を使いたい、はい、で逆に言うと偏ってるっていう。でも例えば足が速いとかパスならもすごく上手いとか守備だったらとかヘディングだったらとか、はい、そういうやっぱり特徴をうまく組み合わせて彼らの良さっていうのを光らす、で逆にネガティブなところを消すっていうのが、まあ、自分の仕事だと思うし、はいはい、そのための戦術だと思うんで、まあ、そこをね本当に1本目2本目はトライしてくれたなっていうのはすごく感じてる。今日はもうこれでホテルに戻って流れ的にはホテルに戻ってウェイトの組み立てを。あ、そうなんですね。そう書いてウェイトしてってことですか。いや、ウェイトしないけど、はい、その組み立てもバラして移動させてるんで。あ、そういうことですね。その組み立てを若手でやるっていう。あ、なるほど。この後ほどちょっと態度のということですいません。はい、またよろしくお願いします。はい。